しゃというわけで、走ってきました遠藤正幸、遠藤正幸の歌唱講座、今回のテーマ曲はランナーズハイというわけで、なぜに走ったか、それはランナーズハイということでね、走れということでこの暑い中走りました。今回の受講生はですね、はい、亀ということで、亀くんとね、玉目くんももうバテてますけども、今日はこのランナーズハイについて、歌唱講座したいと思います。まずはですね、ランナーズハイはね、いろいろ書いてますけど、まあ、今回は割愛させていただきますが、まあね、なぜに走るのか、人間はね、人生に例えたらやっぱり人生というのは走るもんなんですよ。なぜに走るか、わかりますか？君なぜに走る？おやつが欲しいから、ね、君はなぜに走らないのかな、この子はな。君は多分ね、走るのが遅い。でもね、亀くん、この亀くんも亀くんの歩幅で走る、ね、亀くんのスピードで走ることが、重要なことなんじゃないかなと思います。なぜに、だって亀は亀でね、一生懸命走ってるんですよ。早ければいいって話じゃないんです。人生はマラソン、最終的にゴールするやつが勝つんですよ。ということで、深い歌になってますけども、どうなのかよくわかんないですけどね、皆さんが思うそれぞれのね、走るという哲学ね、それに照らし合わせてこの歌を、歌ってくれたらいいんではないかと思います。ということで、ね、晴れてる声は気持ちいいですね。走るというのはこんなに気持ちいいんだということを、改めて思いましたけども、あまりね、暑い時に走ると熱中症になるので、皆さん熱中症には注意してね。ということで、遠藤正幸歌唱講座、ランナーズハイ編、以上です。亀くん、ありがとう。解散。よし、邪魔め帰るぞ。